今回も BPM180×3 倍で頑張りました。低難度で3倍はなかなか頑張ってる。いや、言うほど低難度か。13ってどうなんだろうね。私にとっては13ってもう普通に中ぐらいの強度あるんだけどね。だって普通に疲れるじゃん、踏んでて。イントロほぼ0からいきなり8部で飛ばすから、なかなか入りが緊張するよな。これは8部の同時もあるしな。こちらの曲も前回のマベコンと同じく、いつからパフェ1で止まっていたのかわからないぐらい、ものすごく古のパフェ1スコアですね。言うてこの曲出たのいつ頃だろうと思ってさ、まあエース2王ぐらいだったかなと思ったの。あ、オプションミラーつけてる理由これです。以上、終わり。で、いつぐらい出たのかと思って調べたら、DDR2014 って書いてて、2014?10年前にこの曲出てた。あ、フリーズコーナー入りましたね。すっげーガニ股なんですけど、特にこれだってしょうがないでしょう。フリーズを切らずにね、しっかりつま先で拾っていこうとしたら、まあああなると思うな。あとさっきからね、ところどころ危なそうなスライドが見えるんだよね。よくそれでちゃんと入りましたねっていう踏み方がちょいちょいあります。もうちょっとつま先使った方がいいなって思ったな、私。これ、この踏み方を見て。ちょっと、下パネル、本当にそれ踏まさってるっていうのが、たまに思うんで。ていうか実際踏まさってないこと多いからさ。でもまあ、この曲の場合は仕方ないかなって思うことにしとこうかな。結構スライド使うからね。で、この辺まで来たらもうウィニングランって感じで、もうほぼ安心って感じなんだけど、でも最後の最後まで8部たっぷりですね。今ね、エース2O の方のサイト見てきたけど、やっぱりちゃんとパフェ1でした。マジでいつから止まってたんだろうね。この日は9回目で出ました。わーい、万歳。なかなか嬉しいよ、やっぱり13のマベコンは。結構嬉しいよ。この曲は登場した当初からも判定が甘いし、マベコン取りやすいってずっと言われ続けてたんだけど、私にとってはまだ早いなーって思い続けて、一体何年経ったんでしょうか。ちょっと気が向いたので、古スタイルでリザルトを映していこう。